皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。今回はスーパーに並ぶ激安卵の恐ろしい真実を暴露。絶対に買ってはいけない卵の見分け方と題して、科学的根拠にしっかりと基づき、私たちの健康に密接に関わっている卵について、世界一わかりやすく解説していきたいと思います。さて、卵というのは、 一般的に非常に健康に良い食べ物として有名です。ですが皆さん、スーパーなどに行けば、たくさんの種類の卵が売られていて、そしてその値段も大きく違うということがわかるでしょう。なぜあんなにも値段が大きく違うのか、そしてなぜ、スーパーの激安卵は買ってはいけないのか、そしてじゃあ、結局どんな卵を買えばいいのかについて、本日の動画でわかりやすく解説していきます。多くの人が食べる卵に 関する非常に重要な情報がてんこ盛りになっておりますのでぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたしますそれでは早速参りましょうさてふわふわで トロトロの卵料理というのは老若男女問わず多くの人々から愛されています。皆さんも週に何度かは卵料理を口にしているのではないでしょうか。例えばオムレツや目玉焼きはシンプルながらも手軽に作れる料理として多くの方が家庭で楽しんでおりますよね。そして 簡単に作れるだけではなくて、卵は栄養素という観点からも非常に素晴らしく、特に良質なタンパク質がたっぷりと含まれておりますから、私たちの体の健康を保つ上で欠かせない食材と言えます。 また近年は、やや価格が上昇気味ではありますが、それでも他の商品と比較すると、卵は価格の変動が少なく、手軽な価格で購入できるという点も大きな魅力です。恒例になると。 健康や家計に気を使う人も多いと思いますが卵はその両方のニーズをしっかりと満たしてくれる素晴らしい食品なんです昔は1パック10個入りが100円を切るような時もありましたが今では200円を超えるような価格のものばかりになってしまいました それでも地域によってはスーパーで特売されている時には1パック150円を切るような時もありますよね。安い特売のタイミングで激安卵をまとめ買いしているという方も多いのではないでしょうか。確かにこのような激安卵は家計の助けになり、 ありがたいという側面もあるんですが、実は恐ろしい闇が隠されているんです。ということで本日はスーパーに並ぶ激安卵の闇を徹底的に暴いていきたいと思います。卵は健康にとって素晴らしく良い、非常に優秀な食材だけに、その選び方がとても大切だということがわかる動画になっておりますから、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。 さて皆さんは全ての偽装は卵に通じるという言葉を聞いたことがあるでしょうかこんな言葉が 一般的に広まってしまっているぐらい激安卵というのは偽装に満ち溢れてしまっているんです。一体どんな偽装が卵に使われているのでしょうかその話に入る前に、まずは日本の現状、日本と卵の関係についてしっかり見ていきましょう。日本は世界中で卵をよく食べる国として有名です。実際に日本では世界で第3位という高いランクの卵消費国になっています。 それを数字で表すと日本人一人当たりが1年で食べる卵の数はなんと300個以上これは簡単に考えれば私たち日本人はほぼ毎日のように 卵を食べていいるというこ,とになりますこのように卵は日本の食卓では頻繁に登場するメインとして使われている食材でありスーパーでも老若男女問わず誰しもが頻繁に卵を購入していると思いますですが近年は価格の上昇もあり多くの方がスーパーの特売日のみで卵を購入しているのではないでしょうか 実際に特売日ではない日に卵を購入する人と特売日に購入する人の割合は1対10以上の差があると言われています。つまり特売日というのは普通の日に比べて10倍以上も卵が売れるということ。まあそりゃ普段250円とか300円する卵が150円程度ほぼ半額で買えるわけですからみんな購入するのも当然と言えるでしょう。 ですが、皆さんここで少し疑問が湧いてこないでしょうか。なぜこんなにも安く卵を販売することができるのか。卵を除くほとんどの食品において特売になるものというのは賞味期限切れが近いようなものばかりですよね。賞味期限がギリギリだからこそ安く売る。つまり、 売売れなくななくくる前に安ててもいいいから売ってしまおうというと考えなわけですこの考えはとても自然でよくわかります。賞味期限や消費期限が切れてしまえば商品として販売することができなくなってしまうわけですからスーパーとしては大損してしまいます。だったら少しでも安くていいから買ってもらった方が赤字を補うことができるんです。 ですがこれは卵の特売の場合少し事情が違います。今度スーパーの特売日に行った時にぜひ見てほしいんですが、特売日に並んでいる卵というのはかなり新しく賞味期限切れが遠いものばかりなんです。他の商品と違い、賞味期限が近いから安く販売しているわけではないということ。 また、売られている卵のほとんど全てが同じ賞味期限であるというのもポイントです。製造日を見ていただいてもわかると思いますが、最近作られたばかりの新鮮な卵が特売会場に所狭しと並べられているんです。つまり、特売日のためにたくさんの卵が作られ、作られてすぐに販売されているということなんです。これは非常に不可解だと思いませんでしょうか 先ほども解説したように、本来特売というのは、賞味期限が近い、もう売れなくなってしまう、だから赤字でもいいから売りたい、そういった判断のもと行われているものです。ですが卵の場合は できたばかりの新鮮な卵がなぜか安く売られている。ここに激安卵の謎が隠されております。ただこのように言うと、卵をね、客寄せパンダのように使っているだけじゃないのと、新鮮な卵を安く売ることで、たくさんのお客さんにお店に来てもらうきっかけにしているだけなんじゃないのと思う人いるでしょう。 確かにそういう側面はあると思います。スーパーに来てもらうために一定の商品を賞味期限切れが近いわけではないのに値下げするということは実際によくあるでしょう。卵もそういった理由で値下げしているのならばまだわかります。 ですがそうなると、ここでもう一つの疑問が生まれてきます。それは、ほとんどの卵の賞味期限が同じであるということ。特売で売られている卵は、製造日や賞味期限が同じであることが多いんです。これは一体どういうことか 確かに、お菓子などの加工食品の場合、同じ日に製造した商品が同じ賞味期限で大量に並ぶということはあり得るでしょう。ですが、卵というのは、皆さんご存知の通り、鶏が卵を産んで、それを人間が集めて販売しているわけですよね。ですから、毎日毎日、ある程度の量の卵が産み落とされているというのが普通なんです。それをを意図的にににある特定の日に大量に卵を産ませる ななんんてコントロールでできるわけがないんですしかし現実に同じ賞味期限の卵が大量に存在するということは特定の日に集中しして卵が生ままれたとということを意味します確かにたまに卵が大量に生まれる日があってもおかしくはありません卵がたくさん生まれてしまったから安く販売する特売にするという考えもまあ自然のように思えます ですが皆さん、近くのスーパーのことを思い出してみてください。卵の特売日というのは定期的に何度も何度も開催されております。果たして、鶏が同じ日に大量に卵を産む、そんなことが定期的に起こるでしょうか。人間の誕生日だってバラバラなわけですから、鶏が卵を産む日も当然バラつきがあります。 特定の日に定期的に集中して卵が生まれるという現象があるわけありませんつまりそこには何か製造側が隠している秘密があるはずなんです皆さんは卵の賞味期限がどのように決められているかご存知でしょうか基本的に賞味期限というのは食品の特性や流通状況に応じて様々な試験をもとに商品が作られた日にちから逆算して決められる場合がほとんどですですが 実は、卵の賞味期限というのは、鶏が卵を産んだ日ではなくて、卵がパックされた日を基準に決められているんです。つまり、商品が作られた日ではなく、梱包された日が基準になっているんです。つまり、同じ賞味期限の卵同士、同じパックの中に入っている卵同士であったとしても、生まれた日が違うということが起こりうるんです。これで先ほどの疑問が解消されました。 つまり別々の日に生まれた卵を同じ日にパックに詰めるからこそきれいに揃った賞味期限を記載できるというわけなんです。つまり 古い卵と新しい卵がごちゃ混ぜになっている可能性があるんです。お店で卵を選ぶとき、多くの方はパックに書かれている賞味期限を頼りにしていることでしょう。それは賞味期限が記載されていると、多くの方がこの卵は生まれた日からこの期間が賞味期限なんだと、 思いがちだからです。そして実際、賞味期限は卵の新鮮さや品質を確認するための大切な目安となっています。でも実際には卵がお店の棚に並ぶまでの パック詰めの日が基準になっているんです。これはちょっとなんだか少し裏切られたような気分になりますよね。同じ賞味期限の卵であっても実際に生まれた日は違うかもしれません。新鮮だと思って買っていた卵が実は古い卵かもしれないんです。これを知らないまま。ただ賞味期限だけを見て卵を選ぶのは実際の新鮮さや品質を見誤ってしまう恐れがあるため非常に注意が必要でしょう。 特に先ほど説明した特売日にはスーパーは需要に応じて出荷する卵パックの数を大量に用意する必要がありますただ当然のことながら古い卵つまり賞味期限までの時間が短いような卵パックを大量に並べたところでお客さんはやってはきません卵のパックが古いものだと思われてしまうとみんな買ってくれなくなってしまうため新しいものとして用意する必要があります つまり、前日の卵はもちろん、1週間前の卵も新鮮な卵と混ぜ混ぜするわけです。古い卵と新しい卵をごちゃ混ぜにする。そして、すべてをまとめてパックしてしまえば、パックされた日から賞味期限を計算して記載することができるというわけです。ある意味で、裏技とも言える方法でしょう。 このような方法で賞味期限がきっちりと揃った大量の特売パックが誕生するというわけなんです。だからこそ私たち消費者は本当に新鮮な卵を選択するために賞味期限だけを見て選ぶのではなく他の要素もしっかりとチェックする必要があります。特に産卵日についての情報はめちゃくちゃ重要ですからしっかりとチェックするようにしましょう。 そのために、まず、最初にすべきことは、産卵日の情報を提供している、養鶏場を探すことであります。というのも、法律上、産卵日を表示する義務はありません。ですから、多くのスーパーの卵の場合、この産卵日というのは記載されておりません。つまり、産卵日というのは、隠されている情報なんです。ですがありがたいことに、消費者に、 透明性を提供するため産卵日をちゃんと表示しているメーカーもあります。そのような産卵日を確認することで初めて消費者は本当に新鮮な卵を購入することができるんです。賞味期限が信じられない以上産卵日が表示されているということはとてもありがたいことなんです。このような理由から産卵日をちゃんと記載しているメーカーというのは信頼できるメーカーと言っても良いでしょう。 古い卵、新鮮な卵を混ぜこぜにして消費者を騙すような売り方をしていないメーカーだと言えるわけです。逆に産卵日の記載がないメーカーは何か後ろ暗いことがあるのかもしれません。もしかしたらこれまで解説してきたように様々な産卵日の卵をひとまとめにして販売しているのかもしれません。ということでこの点に注意して今後は産卵日の記載がある卵を選ぶようにしていただきたいと思います。 思いますそうすることで、本当の意味で、新鮮で健康に良い卵を、私たちは選ぶことができるんです。さて、ただこういうことを言うと、別に、新しくない卵でも、栄養価は一緒だし、別にいいんじゃないなんてことを、おっしゃる方いるかもしれません。確かに、そういう風うに考える方がいらっしゃるのも、わからなくはありません。 新しかろうがフルかろうが含まれている栄養素は一緒確かにそれはそうですがそれでも私としては新鮮な卵を食べるメリットはたくさんあると感じていますではなぜ新鮮な卵を選ぶことが重要なのかそれは新鮮な卵というのは味が良いのはもちろん健康面でもプラスの影響があるからです新鮮な卵というのは風味が際立ち 黄身がとろりとし白身がしっかりしていることが多いですよね新鮮な卵というのはこのように見ているだけでとても美味しそうです 一方で、古くなった卵は味が薄くなります。お料理を作るとき、卵の味がしっかりしていないと、全体の味も物足りなくなってしまいます。さらに、黄身も平らになり、白身も水っぽくなるので、料理の見た目や食感も悪くなってしまいます。また、古くなった卵を使用すると、料理の味や食感に影響を与えるだけでなく、卵の栄養価も低下してしまいます。 卵はもともとタンパク質が豊富な食べ物ですが、古くなると、このとても重要なタンパク質が減ってしまいます。健康に良い食事を心がけている方にとっては、これは大きな問題と言えます。さらに、卵の脂肪も古くなると劣化してしまいます。 いわゆる、過酸化脂質という状態になって、体にめちゃくちゃ悪い影響を与えてしまいます。この過酸化脂質は、体の中で慢性炎症の原因になったり、生活習慣病を引き起こす可能性もあります。全身の炎症レベルを高めてしまうということは、老化をめちゃくちゃ進めてしまうということであり、 健康のため、若返りのために美味しい卵を食べているのに、帰ってそのせいで吹け込んでしまうということだって起こりうるわけなんです。 ですので、こういった点を考慮し、新鮮な卵を選ぶということをぜひ、今後心がけていただきたいと思います。卵の新鮮さというのは、あなたの健康を決める上で非常に重要な要素です。それでは、どうすれば卵の新鮮さを見分けることができるのか。そのためには、先ほど説明したように、産卵日の記載がある卵を選ぶ。これ一択でございます。 このように産卵日の記載を確認して選んでいただければより安心して卵を食べることができます。ぜひ今度スーパーに行った時には記載の有無を確認するようにしてほしいです。さてということでここまででスーパーの激安卵に隠された賞味期限の秘密についてご理解いただけたと思います。 古い卵と新しい卵を混ぜこせにして、あたかも新しい卵だけのように販売するという恐ろしいことが今も日本では平然と行われてしまっているんです。ぜひこの事実にしっかりと気がつき、自分の健康のためにも正しい選択ができるように、その裏側まで理解しておきましょう。さて次に、日本独特の卵にまつわる特別な習慣。 異常な行動についてもお話ししておきましょうその習慣はなんと生卵を食べるということ実は日本以外の国々では生の卵を食べることはあまり好ましくないとされています海外では 生卵を食べることは健康リスクがあるとされ大抵の場合避けられています。なぜならば生の卵にはサルモネラ菌のような食中毒の原因となる菌が存在するリスクがあるからです。しかし日本では生卵を食べる習慣が長く根付いておりますよね。例えばご飯に生卵をかけたりスープに入れたり皆さんも日常生活の中で普通に当たり前に生卵を食べてい いいるのでではないでしょうかこのように、卵を生で食べる習慣は、海外の人からすると、クレイジージャパニーズなわけです。これは、商品の品質や衛生管理が整っていない国では、生で食べることは、食中毒になってしまうからだと知られています。一方、日本の卵は、非常に新鮮で、品質管理が厳しく行われているため、生で食べても安全だから、生で食べることができるわけです。しかし、 ここにも落とし穴が存在しています。 確かに日本の養鶏場の衛生管理は素晴らしく卵の消毒や殺菌などが徹底して行われております。しかしそこにやばい事実が隠されております。ここではまずどのように卵がスーパーまで運ばれてくるのかについて解説しましょう。当然ですがまず卵は鶏によって産み落とされます。これはどこの国でも同じです。そして新鮮な卵が次に工場へと運ばれます。工場に 到着しした卵は最初に厳しい検査を受けますこの検査ではハウユニットというもので卵の鮮度を測ることになります。ハウユニットが高いほど卵は新鮮なんです。また 黄身の色や卵の体の強度もチェックされます。これで安全で美味しい卵だけが選ばれるというわけです。そして検査を通過した卵は次に洗乱、つまり洗われて乾燥されるという工程に入るわけです。ですが、この洗乱と乾燥に問題があります。文字通り、卵を洗って乾かすだけならいいんですが、実は単純に水で洗ったりするわけではありません。 というのも、卵の表面には様々な細菌がついているため、単純に水で洗うだけでは、その菌を完全に取り除くことができないわけです。そのため、水の代わりに、次亜塩素酸ナトリウムという薬品で、卵を洗浄、殺菌し、乾燥機を使って一気に卵を乾かすんです。この次亜塩素酸ナトリウムというのが、ちょっとヤバすぎる代物なんです。次亜塩素酸ナトリウムは水道や プールの殺菌や家庭で使用する塩素系の漂白剤や殺菌剤などにも使われている化学薬品であります。もうこの時点でかなりヤバそうな匂いがプンプン漂ってきております。確かに。 この次亜塩素酸ナトリウムはインフルエンザウイルスをはじめ様々なウイルスをやっつける抗ウイルス効果やサルモネラ菌、大腸菌などをちゃんと殺菌する効果があります。特に生の卵というのはサルモネラ感染症を引き起こす可能性が非常に高いため次亜塩素酸ナトリウムを用いることによってサルモネラ菌を殺菌しないと生卵として使用することは難しいんです。 つまり日本のように生卵を食べるためにはどうしても次亜塩素酸ナトリウムで殺菌消毒をする必要があるということなんです。このことからもわかるように次亜塩素酸ナトリウムというのは非常に効果が強烈な消毒液です。ただ効果が強烈ということはそれだけ副作用も大きいということ。 メリットだけじゃなく、デメリットも当然存在します。実際、次亜塩素酸ナトリウム5%溶液、15から 30ml を子供に飲ませると死亡するという報告もありますし、成人であっても、口に入れると、食道の粘膜下出血、粘膜の潰瘍などが発生することが知られている、恐ろしい薬品でもあるんです。さらに、次亜塩素酸ナトリウムは、ビタミンなどの栄養素を破壊してしまうことも知られていて、 いった危険物を使用して洗浄された卵自体も危険なんじゃないのと言われているわけです。 もちろん、生卵を食べたからといって、すぐにこのような症状が発生するわけではありません。というのも、洗浄後の卵には、ほとんど次亜塩素酸ナトリウムは残っていないため、短期的に食べて、すぐに体に健康被害が出るわけではないんです。ああ、よかったと、ほっとしている人も多いかもしれませんが、ただ完全に安心していいわけではありません。オーガニック野菜などを選んでいる方にとっては常識ですが、農薬など 危険な薬品というのは少しずつ毎日毎日口にすることで体内に残留していき長期的に見て体に害を及ぼしますそれは次亜塩素酸ナトリウムであっても同じなんですほんのわずかであっても次亜塩素酸ナトリウムが卵に残っているとしたらその残っている次亜塩素酸ナトリウムを毎日毎日卵と共に摂取している日本人の体は徐々に破壊され ボロボロになっていってしまうことにもなります。こういった点もしっかり考え、生卵を食べるという文化についても考えていく必要があります。また、さらに厄介なことに次亜塩素酸ナトリウムで殺菌消毒をしていたとしても、卵の表面に付着しているサルモネラ菌を完全にゼロにすることは難しいというのが分かっています。そのため、スーパーなどに並んでいる。常温保管された。卵の表面ではサルモネラ菌が。 と,と繁殖しているる可能性があるんです,ですからいくら日本の卵だからと言っても完全に安心することはできませんただこのように言うと日本のスーパーで買った卵を食べて食中毒になったなんていう話は聞かないよとおっしゃる方いらっしゃるかもしれません確かに日本の卵で食中毒になる例はそれほど多くはありません ただそれでも実際にはゼロではありません。頻繁に日本の卵で食中毒になるという話を聞かない理由は卵を75度の熱で1分間加熱すればサルモネラ菌は死滅するからであります。つまり ゆでで卵卵や焼いいいいた卵にははサルモネラ菌というのは残っていないんです皆さんも大体卵を食べる時というのは調理して食べると思いますが毎日生卵を食べているという過程はそれほど多くないため食中毒の事例も少なくなっているというわけなんですですがもちろん生で食べた場合はサルモネラ菌を摂取してしまう場合もあり深刻な症状に苦しむ可能性もありますサルモネラ感染症は腸幹に 影響すする細菌感染症でありますこの細菌に感染すると吐き気やお吐下痢お腹が痛くなったり熱が出たりします特に重い場合には血が出る便や体内の水分が足りなくなるような症状が出ることもありますこのサルモネラ菌はよく卵の殻とか卵黄にくっついています だからこそ日本のように卵を生で食べたりよく火を通さなかったりすると感染する可能性があるわけです。ししかし サルモネナ菌は基本的に寒い場所ではあまり増えません。だから冷蔵庫できちんと保管されている卵は安心です。しかし暑い場所で保管されてしまうとこの菌は急激に増えてしまうことが分かっています。特に35度以上の温度になると菌は大変多く増えてしまいます。実際、 暑い場所で1日置いておくだけでサルモネラ感染症を引き起こすほどに大量に増えてしまうことが知られていますさてここで最初の話に戻っていただきたいですスーパーの特売で売られている大量の卵たちその保管方法はどのようにされていますかおそらく冷蔵の棚を使わず卵が並べられているだけではないでしょうか なかなか特売の卵すべてを冷蔵の棚で販売するというのは難しいため。 多くのスーパーではこのように常温で販売するという方法が取られています。ただ、真夏の暑い日にもそういった販売方法がされている場合、非常に危険な状態と言えるでしょう。古い卵に少しでもサルモネラの菌が残っていて、暑い場所で常温で保管されていたら、サルモネラ菌はめちゃくちゃ増殖してしまいます。賞味期限がまだまだ先の卵だから平気とか何とか言って、それを卵かけご飯なんかに使う。 って食べた日には食中毒になってしまう可能性が非常に高くなりますサルモネラの食中毒にかかったことがある方ならよくわかると思いますがサルモネラ感染症というのはめちゃくちゃ辛い症状に苦しむことになります確かに生卵というのは美味しいですし 卵かけご飯を楽しみたいという気持ちをわかるので、絶対にするなというわけではありません。ですが、卵かけご飯をしたい場合には、産卵日がわかっている新鮮な卵を購入し、使用するようにしてほしいです。多少お値段が高くともサルモネラ感染症になって、もがき苦しむよりはマシなはずなんです。また基本的には、 激安の卵は買わないようにしていただきたいと思いますが、どうしても金銭的な関係で激安の卵しか買えないという方もいらっしゃるはずです。昨今、あらゆる物価が上昇していることから、食品になかなかそこまでお金をかけられないという人も多いはずです。そのような場合は、激安卵を購入しても構いません。 ただその場合は生卵として使用するのではなく、基本的には加熱調理に使うようにしてほしいです。もしかしたらその中でサルモネラの菌が増えているかもしれないのです。 ですから、加熱調理をしっかりとすれば、そういったデメリットを受けることなく、美味しい卵を食べることができますから、ぜひ加熱調理をして楽しんでいただければと思います。さて、ということで、ここまでで、スーパーの特売日に売られている、激安卵に隠された秘密について見てきました。意外と知れなかった事実がたくさんあったと思います。 それではここからは逆に、じゃあ皆さんにどういった卵を選ぶべきなのか、どういった卵がより健康効果の高い素晴らしい卵なのかというのを解説していきたいと思います。さて早速ですが結論です。私がおすすめする本当に健康に良い素晴らしい卵、それはフリーケージの卵。 すなわち、放し飼いの卵になります。この素晴らしさをお伝えするために、まず、鶏の飼育方法についてサクッとお伝えしましょう。鶏を育てる方法には、三つの種類があります。それは、ケージ飼い、平飼い、放し飼いの三つです。ケージとは 一つの小さなケージにたくさんの鶏を入れて育てる方法です。つまり、金網の小屋に複数の鶏をぎゅうぎゅう詰めに入れて飼育する方法です。これは想像できると思いますが、鶏にとってはとても窮屈でストレスが溜まる環境です。鶏は自由に動くことができず、 ぎぎゅうゅう詰めの中で生活しなければならないんです。そんな状態で育った鶏は心身ともに過剰なストレスを感じています。そして、ストレスを感じた鶏というのは人間と同様に病気になりやすくなってしまうんです。ただ、病気になってしまった鶏を売ることはできませんし、そもそも死んでしまったら養鶏家にとっては 損失になってしまいますですからそう安すと死なせるわけがありません抗生物質などを使い投薬治療をしながら無理やり鶏を生かし育て続けるわけですこれは非常に恐ろしいと感じるかもしれませんが事実でありますそしてここで使われている抗生物質などが鶏肉や卵などを買し人体に影響を与える可能性があると指摘されているんです 実際、ヨーロッパの一部の地域では、動物愛護の観点や人体への影響を懸念して、刑事街いが禁止されております。これは非常に素晴らしいことだと思います。ですが、なぜか、日本の養鶏所の9割以上が、未だにこの刑事街いのスタイルを採用しています。つまり、皆さんが食べている、卵とか鶏肉、そのほとんどの全ては、このように牛牛詰めの中で、無理やり育てられた鶏が使われている。 いるんですさてそれでもまだあなたはその卵や鶏肉を食べ続けることができますかさて続いてひらがいについて解説していきますひらがいはニワトリはケージに入れられず広い傾斜の中で地面を歩き回ることができますこうした方法で育てられたニワトリは自由に飛んだり動いたりすることができるのでストレスが少なく健康的に育ちます また一部の傾斜では鶏たちが砂遊びを楽しめるような砂場や羽を休めるための木も設置されております。これによって鶏は自然に近い環境でより快適に生活できます。これらの環境で育った鶏から生まれる卵はストレスが少ないため品質も良く栄養価も高いと言われています。ケージ外の鶏がゅう詰めの状態で生活しているのに比べ平いの鶏は 快適な生活を送ることができますですのでキラガイの卵を選ぶことで鶏たちの幸せを支え自身も美味しく卵を楽しむことができるというわけですそして最後に話し飼いについて解説しておきましょう話し飼いは鶏が傾斜の中だけでなく外にも出られる飼育方法を指していますこの方法では鶏たちは 自由に外で日光を浴びたり、遊んだりできます。そのため、より自然な環境で育つことができ、鶏たちはストレスを感じにくいわけです。また、放し飼いの鶏は、昆虫や草、様々な植物、そして、消化に必要な砂など、多種多様な食物を食べることができます。私たち人間も、 色々な食べ物からバランスよく栄養を取ることが大切ですよね。同様に多様な食事をすることで鶏も健康になり幸せに生活できます。このようにして育てられた鶏から生まれる卵は品質が良く、 栄養価も高いことが知られています。放し飼いでの飼育方法は、鶏にとって最も自然で快適な環境を提供し、その結果、私たち消費者にも美味しく栄養豊富な卵が提供されるというわけです。私たちが卵を選ぶとき、放し飼いの卵を選ぶことで、鶏の幸せな生活と健康、そして品質の良い卵を支えることができます。 結果として、卵や鶏肉に含まれる栄養素も飛躍的に向上し、私たち人間が摂取した場合により健康的な食品となってくれるんです。 鶏自体もストレスフリーで飼育されることで幸福に生きることができますし私たち人間もより健康的な食事を行うことができるようになるこういった点を考慮しできれば話し飼いや平貝の卵を購入するようにしてみてほしいですただ一つデメリットとしましてはこういった話し飼いの鶏というのはきっちりと管理されていないと有害な虫を食べてしまって 卵にその毒が入り込んでしまうこともありうると言われています。これは あらゆる食材に言われていることですが高価格帯の品質の良い食材を選ぶときにはそのメーカーのホームページなどをしっかりと見て信頼できるメーカーかどうか信頼できる生産者かどうかというのを自分の目で判断してから購入するということをお勧めいたしますさてそれでは最後に本日の動画の内容をまとめておきましょうポイント1卵の賞味期限というのはパック詰めした日を基準に決められているしかし実 実際の卵の新鮮さにとって重要なのは産卵日から何日経過しているかであり産卵日がしっかりと記載されている卵を選ぶことによって健康に素晴らしい効果を発揮する最高に新鮮な卵を選ぶことができる。ポイント2日本では生卵を食べるため次亜塩素酸ナトリウムという薬品を使って卵を洗浄しているこの次亜塩素酸ナトリウムが微量でも卵に残っていると 長期的に見て健康被害が起こる可能性がある。また、次亜塩素酸ナトリウムを使って卵を洗浄したとしても卵の菌を完全に殺菌することはできないため、古くなった卵や常温で放置しておいた卵は加熱してから食べるようにしよう。 ポイント3ニワトリの飼育方法には大きく分けるとケージ飼い、ひらい、し飼いの3つが存在するより健康効果が高く動物愛護の観点からも推奨されている飼育方法は平飼い、はし飼いなのでケージフリーと書かれている卵や平飼い、はし飼いと書かれている卵を選ぶようにしよう 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました